ははいこんばんば文文文具具具王王です、えー、王の文具深夜便今日のお話は、えー、まあ、本編の続きなんですけれどもえっ、ー、とですねまああのインクをね、えー、つけるのにいろんなやり方があると思うんですけれどもやっぱりね、えー、細く万年筆とかで描いた時のまあ、色の評価もあるんでしょうけれどもやっぱりどうしても細いとね 面として色が見えないのでということでいろいろとやった結果えこのねえ金定規これね新王の金定規でまあ引くのが一番一番とか今のところね自分的にはこれがいいんじゃないのかなということでですねこんな風にしてとりあえずいつものですねあの評価の紙があるんですけれどもこれはあの まあボールペンとかでも書いてるんですけどインクでも使えるよねということで同じようにやってみました。でさっきと同じようにやっぱねこの最初にたまりを作ってからビューって引っ張っていったタイプのまあグラデが出るタイプの引き方とあと真ん中あたりまでは片面でやってですねインクを削ぎながら行って薄く出しといてでまあ真ん中あたりでドバッと出してそこからですねまたグラデにしていくっていうのをねえ書き方が。 まあ両方でやってみるっていうのをいろいろやってみるとですねまあこれもインクの特性が結構わかるというかでこの紙はねえこれはあの丸マンさんの紙なのでまああの何ですかねノート用のねえにもしねなんかに使われてる紙ですけれどもこの紙もねかなりいいんですけれどもさっきのね MD ペーパーなんかに比べると若干染みやすいかなっていうのはあるんですけれども逆にそれがあるから 例えばインクによって裏抜けがどのぐらいしやすいインクかみたいなのも評価できるんじゃないのかなと思ってこれはこれでいいなぁと思っているんですね例えばなんですけれども、えー、パイロットの色雫で僕大好きな深海っていう色があるんですけれどもその深海はこんな感じですねやってみるとですね結構こうやってですねまああのね えー、インクだまりができるとムラになりやすいっていうのはね、まあ、こういうところに出るわけですけれども、あとここね、さっきからまあずっといろいろ試してるんで、あのー、なんかやってみたんですけれども、まだ全然乾いてないけど、インクね、えっと、周りには広がってないんですけれども、これね、ちょっと相当ひっくり返しますけど、ひっくり返すとですね、まあ、こんな感じでですね、やっぱここら辺抜けてるわけですよね、この辺ですね、この辺は結構抜けてるでしょ。なんで インクやっぱりべちゃってたまるとですね、まあ、裏に抜けるっていうのは、これは紙の線もありますけれども、インクもね、抜けやすいんですね。それに対して、例えば同じあれでもですね、これプラチナのブルーブラックですけれども、プラチナさんのブルーブラックはですね、こうやってひっくり返すとですね、まだね、ここほら、あのびち調ってなってるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、ひっくり返してもですね、抜けてないんですよね、全然。なので、 インクによってもやっぱり紙に染みてくインクと染みていかないインクっていうのがやっぱあるよねっていう感じです、まあ。たまたま最近使ってるインクっていうことであの机の上にあったね、あのラミーのベニトアイトっていうですね、これもラミーのクリスタルインクってやつですけれども、の出してみましたけれども、これもですね、まあ、どちらかというと耐水性があってとかいうことで、まあ、ちょっとね、特性的には顔料に近いみたいなことを。 え言ってるわけですけれれどもこれひっくり返してみるとですねすねいません、これちょっとね、書きかけの紙気がつかないで使っちゃったんで、あれですけれども、裏ほとんど抜けてないんですね。ということでですね、まあインクによって、やっぱね、裏抜けのするしないとかいうのもあるし、あとは、インクのグラデの出方で色とかもわかるよね、ということで、まあね、 えー、どの色が好きかっていうのもいろいろあると思うんですけどこういうので見ていくとですね、まあ、コレクションしていくのも楽しいなというふうに思うしであとねこうやってぐるぐる描いたりとかさっきみたいにぺちゃって落としてみてですね、えー、浸透していく様子とかっていうのも分かるのかなと思いますまあちょっとね他にも評価の仕方っていうか何を比べたらインクの違いがよく分かるのかインクごとに何が違うのかっていうのはどうやったら分かるのかっていうのは まだちょっと研究の余地はあるなぁと思うんですけれどもこうやって見るとですね、まあ、さっきのね、えーまあ、色雫の、えー、新緑ですけれどもそれもですねこうやって裏見るとですね、まあ、このぐらい透けているということで同じような感じですよっていうのがわかるのでこれはねあのまあもちろんね1個のインクで1枚この大きいの使うので、まあ、最近流行りはやっぱりねあの名刺サイズぐらいの紙に書いていくっていうのが結構あったりしますけれども こんぐらいね、インクしっかり色出してあげると、割と、なんでしょうね、色合いの違いとかっていうのもよくわかるのでいいんじゃないのかなと僕は思いますね。うん。ということで、あの、フラッシュ出る出ないとかっていうのもこれでもわか,かるしねっていう感じがあったので、ちょっと僕ね、この今気をつけなきゃいけないのこれ全部インクはまだ乾いてないんですね。この点でね、盛り上げたやつは、えー、染みてないから、まだちょっとね、 乾いてないので気をつけますけれどもこんな風にしてですね評価がであの何、ー、ですかねインクコレクションノート、まあ、作っていくのも悪くないんじゃないのかなという風に思いますあのー、インクコレクションのねあのインクカードとかあったりするんですけれども例えばこういうカードがありますけれどもこういうのねこれはま,あまたまたペーパーリーさんの紙でこの紙何使ってんだろうなこれもまあ悪くない紙なんですけれども やっぱりねここしか塗るところがないのでちょっと狭いなーって思うんですよね。ということでですね、まあ、インクの何ですかね、えー、色とかを分かりたいって言ったときにですね、まあ、たまたまちょっとこのラミーさん行ってみたいと思うんですけれども、こうやってやるとですね、もうこれだけで幅があるし、こうやってやるとね、もちろんこうやって塗ることはできるんですけど、こうやって,、ね、こうや,ってやってですね、こうやってあげるとですね、まあ、こういう水とか出たりはするんですけど、 ちょっとちっちゃいよね。ってあ,のあとペンで書いたのも試したいしとか思うと、ここね、だってインクの名前とか書かなきゃいけないから、この紙も大概いい紙ですね。なんだろうこうやってやるとですね、すごいいい感じにインクの色が出ますね、これ。これ何の紙使ってんだろうな。こういう紙で同じようなフォーマットを作ればいいのかな。 いいですねねこれねでもやっぱりこれだけでねいやもちろんねあのー、インクいやこんなやり方するからねあのー、1 5センチぐらいこの幅があるんでビアーって言ってますけれども普通はこんなにインク出さないからなんでしょうけれどもやっぱりねインク色コレクションあのー、あ趣味の文具箱とか見てもですねいろんな塗り方ありますよねあのー、であ,あとねえっと前にど,どなたかがあのー うんとツイッターかなんかで言ってたんですけどあの綿棒でつけて伸ばすのはやめた方がいいって書いてあって確かにそうだなと思ったんですよね。あの綿棒に1回吸わせてしまうと綿棒の繊維の中にこう浸透していくのが早い色とか色素とかがそっちに残っちゃって紙の方にもう1回戻ってくる、まあ、綿棒をつけてこっちに書くとですね色がやっぱ薄くなっちゃうし色が変わっちゃうんですね。 だから良くないみたいなことをコメント書かれてたんですけどこれはね万年筆と一緒で要はこの板の上に乗ってるのがこっちに映るだけでほとんどこっちにはですね別にこっちについてるやつとこっちに落ちたやつの濃度が変わったりはしないんですよなのでこれね幅の広いねこれカリグラフィーペンだと思えばいいわけですよねこれはいいですよっていうことでこれでなんかねあの今後書き方とかもいろいろと試してみたいなと思っていて 色々できそうな気がしますであの、まあ、今日ね試したやつってどれもいい紙はいい紙だったんですけどあとやってみて面白かった紙ということであのこキャンパスノートやってみたんですけどもドットホーガンのあドットホーガンドットケーのですねキャンパスのノートやってみたんですけどキャンパスノートがですねやっぱね日本のねあの何ですか普及品ノートの性能の素晴らしさというかですねキャンパスノートもほぼ抜けないんですよね すすごいですよねこれねパイロットの色雫なんで割かし抜ける抜ける言ってるやつなんですけどこのまたね抜けてないんだよねでこの点でのっけたやつところだけやっぱり黄色が若干抜けてるんですけどそれでもですねほとんど抜けてないし色も結構綺麗に出るんだよねうーんということでですね恐るべしキャンパスっていうねえところはありますなのでこの紙もね厚みそんなにない割にね 全然後ろに抜けてないっていうことで、ああ、キャンパスやっぱりすごいんだなと思ったりしたんですけど、あと一個ね、あの、面白かったものとしてはですね、あのー、この辺の紙はみんなね、いい紙なんで、きれいに載っちゃうんですけども、乗らないやつっていうことでね、例えばこれ、付箋ですけれども、これはあのポストイットね、3M さんのポストイットですけれども、こういうのでやると、じゃあどうなるのかっていうのもね、えー、ちょっと見てみると面白いかなと思うので、 ちょっとやってみたいんですけれども、これ、今、これ、えっ、ー、と、ん定規を、え、今、どうしたあ、定規あの、この手元にあるのが見えなくなるっていうね。はい。なので、でこれにね、えー、やってみたいと思うんですけど、色しずくでやってみたいと思いますよと。で、これね、よいしょ、まあ、同じグリーンでいきますけれども、こうやってやるじゃないですか。やってですね、ちょっとこれも拡大しとこう、こんなふうにしといてですね、よいしょっと。 こう、はい、やるとです、ね、よってやるとですね、こうやってやるとですね、こう分かりますかねあの弾いてる部分があるの分かりあ、もうこことがすごいわかるんですけども、ほら、なんか塗ったところからですね、なんかわわわわわってこう、なんかね、白いのが浮き上がってきますよね。ここ水弾いてんだよね。でまあ、なんで弾くかっていうとですね、あの、まあ、 えっとーこれ、付箋なので、付箋が重なっている時に、下の付箋と重なっている部分がですね、えー、くっつかないように剥離剤が塗ってあったりするんだよね。そういうことでですね、えー、こういうところにその結果が出たりします。これね、ひっくり返すとまた、裏は裏で塗り方が違うってことですね。 染染みみてていいいくとこと染みていかないとここかなろがあるんですよ、ね、まあ当たり前ですけどこっからこっちにのりがついてるのでのりの面でねし、えー、みないのでこんな風になって色がつくとことつかないところがあったりしますよということ、まあ、こうやって見るとねなかなか面白かったりします。ということでまあねこん,なこんな出方する紙もあったりするんだよねっていうことですね。 ってことでまあ、この遊びですけれども、いろいろとね、今、試してみてます。あとね、画用紙なんかもやってみたんですよ。画用紙。画用紙はこんな感じだね。画用紙にやってみるとこんな風に出ます。画用紙もね、これ、あの、丸マンの、えー、ルーズリーフタイプのですね、あのー、画用紙ですね。あのスケッチブックの紙が入ってるやつですけれども、図案シリーズと同じスケッチの紙ですけれども、これはこれでまた綺麗に出るんだよね、色が。 んでこれは面白いですよね。うん。まあもちろんね厚みがあって抜けないしっていうのもあるしまあ色結構はっきり綺麗に見えるのでこれはねグラデとかがめっちゃ綺麗に出ますね。うん。ということでこれもまた風情があって良いなあというのがですね私の感想ですがまあちょっとねうーんとまあ コレクションとしていっぱい集めていくんだったらどれがいいのかなーっていうのはなかなか難しいところでまあ僕としてはいつも使っている筆記具テストの紙を持ってるわけですからまあこの紙でやっておけばですね同じようにファイリングできていくのでまあこれが一番今のところは現実味があるしあとねえこれから先定期的に取っていこうと思った時にまあ書くところもちゃんと用意されてるから便利かなというふうに思います。 ねこんな風にして取っていくとまあまた他のインク出た時にも評価が比較できるかなと思うのでまあ、どうやってねあの行くかっていうところでまだちょっとあれなんでまあ あの見てらっしゃる方々でいやもっとこういうところもあのー、記録しといた方がインクの違いわかるんじゃないのとかこういう調べ方があった方がいいんじゃないのと思う方はですね是非教えてください。僕も今ねちょっと試行錯誤中で,す、えー、でもね今回やってみてすごい面白かったなっていうのとやっぱりねこのね幅がある色を出していくとインクのね色の美しさがね うんとかあとそのインクの色の繊細な違いがねすごいあの拡大されて見れる面白さっていうのがありますねなので僕は良かったなというふうに思いますよということでまああのねさっきの放送終わってからですねしばらくほっといたんですけどまたちょっとねえそのこの深夜便やろうと思ってやり始めてですねまた遊んでたら随分時間が経ってしまってですねもう今日もですね日付が変わっちゃってるわけですけれどもそんな風に。 なななっておりますすよという感感じじででのこんあとまあ今日はちょっともう一個だけやろうかなあのー、これですねえっ、ー、とーこれはですねあのー、ちょっとですねこの秘密ペンっていうですねこれもガチャなんですけれどもこれどこで手に入れたんだったかも,もうちょっと思い出せなくなってますけど秘密ペンって書いてあるんですけども明らかに あのー、未来から来た猫型ロボットの漫画の、えー、ロゴによく似せてあるような「えー、秘密」っていう文字ではあるんですけれども、えー、特にそういうのとは関係ないですっていうねどこだかよくわかんない株式会社エールっていうところが出していますけれどもええー、ねあの未来の世界の猫型ロボットとはあんまり関係のない感じみたいです。でまあ、どういうういものかというと えー、これがですね、まあ、書いただけでは、まあ、見えないペンということですね。まあ、せっかくなので、えー、あ、インク評価の、ちょっとね、あの紙がね、いつもの紙があるんで、こっちに書こうかな。まあ、こういうね、ところに、これボールペンなんですけども、ちょっと書きます。えー、書いたんだけれども、 えー、書いただけでは見えないよとといいうことですね見えないんだけどこっち側にですねライトがついていてこれをですねつけてあげるとこ,これわかるのかなちょっと周り電気消さないとわかんないかなえー、っとですねちょっと消します消しますこういうのをやりながら考えるっていうねことですけれども、うん、こうほらほらこうやってあげると見えるよということでまあよくあるタイプのですね紫外線に反応するね え蛍光インクですということなんですけれども、こっちがですねブラックライトですねになっていますよということで、ブラックライト見やすくなったなというのもありますし、こんなねあのサインペンタイプのものもよく見るんですけど、これボールペンタイプでできるのもなかなかいいかなと思います。ここのところの、このボディの真ん中ね真ん中のところがすっこって抜けて、前にねちょっとねあの変な形になる。 あの四角い形にね短くなるボールペンあのえっ、ー、とあれはどっちだっけあの香港で買ってきたやつの,あのお土産の話しましたけれどもあれと全く同じでですね、えー、これもこうやってね途中で折れるようになってるんですけどなんで折れるかっていうと当然これはですねガチャのカプセルに入れるためにここは折れるんだよね。 これはまあこのままこうカチッとやるとです、ね、まあ、真っすぐにもなるんですけど、めっちゃ硬いんですけれども、これをですねこうやってあげると、えー、まあガチャのカプセルに入るようになってます。電池の交換は不可で、最初買った時には、ここにね、あの電池のところに隙間にプラ,プラスチックの薄い板が差し込んであって、まあ、電池消耗しないようにというふうになっているわけですけど、まあ、これもいつまで持つかは分かりませんが、そんなふうな形のものになっていますよというね。 えー、という風うになってますね。なので、まあ、種類がね、いろんな種類があってって言って、5種類も色があるんですけども、ただ前,前と後ろの色が違うだけで、機能は全く同じですということですね。うん。まあ、こんなものもあるということで、これはもうね、色が違ってもですね、集めてもしょうがないので、1、えー、個だけっていう風になってます。もうね、なんか本体とかもね、 このね、引けがすごいっていうかですね。まあ、こういうところ引けまくってるし、このね、全体が波打ってんだよね。もうここら辺とかね。金型がもうヘロヘロでね。このね、このあとこう、別に汚したわけでもないのに、ちょっとね、このね、まだらにくすんだこの黄色いね、樹脂とかですね。<laughs> なかなか不思議な感じです。でもここのところもね、えー、これ、ここのへこんでる感じとか、このユニットって、 前に僕があの、あの、本当に台湾で買ってきたやつ、台湾じゃないような、香港で買ってきたやつは全く同じような何かに使われていたやつだよね。これキャップがパチッて、キャップっていうかどっかにパチッってはまるように、ここにね、くぼみがついてるので、まあ部品の流用もしてるし、ね、なんか、でもやっぱね、ちゃんとね、LED のライトで、えブラックライトがついてるっていうところはちゃんとできると。 いうことで、まあ、こんなものがガチャで出てくるんだから、まあまあ楽しいわなというふうに思いますということで、まあこれはね、えー、このロゴとね、あとやっぱりボールペンでこの UV に反応する蛍光インクっていうのがなかなか面白いなと。インビジブルインクですね。あそういえば、あの前に、あのー、ね、えー、文具、あれなんだっけ、文具祭りかなんかで買ってきたインビジブルインクもまたちょっとね、試しにやってみたいなと思います。あ、それやろう、今度。 あのこれねインビジブルインクもこんな風にですね、えー、やってですね、えー、ちゃんと反応するかどうかとかですねあとあ「王様インク」とかもやりたいですね王様インクみたいに書いた時はあの、ね、そのままの色なんだけどみたいなそうですね古典ンインクとかはこんだけ塗り広げたらどうなるのかっていうのはちょっと気になりますねあのちゃんとそれでも酸化反応が起こして色が濃くなっていくのかっていうのはちょっと試してみたい気分がしますと。 いう感じで、まあちょっとね、話しながら次の課題をちょっとなんとなく思いついて、またちょっとやってみたいなと思いますけども、ということで、今日は別に、あのー、そんなに深いあれがあるわけではないです。で、あと、明日は特に、あのー、ライブをやるつもりはないので、えー、普通にですね、やりたいなと思います。 まあやれて2週間に1回かなという、ね。あと、2週間に1回でいいんですかみたいなことをあのコメントもいただいたんですけど、やっぱね、ちょっとね、来週はあれがあるんだよね。あの、その、えー、あの、なんだっけ、あの、リモートでやる、えー、文房具の、あの文具ジャムのこイベントがあるので、それで多分ね、手いっぱいだと思うので、来週はね、えー、普通のやつの放送もちょっとできるかどうかわかんないというところもありますので、 でそこら辺はですね、えー、臨機応変にね、い、えー、きたいなと思いますので、皆さんもご協力いただければと思います。ね今日、あの、昼に出した動画とかが、昨日アップする予定だったんですけれども、アップが途中で失敗してて、僕は寝落ちてたので、えー、今日になりましたけれども、ということでですね、まあそんな感じのこともよくあるよということでですね、ゆるっと行きたいなと思います。ということで、今日もそんなお話でした。まあね、 えー、深夜便、深夜って言ってもね多分もう遅すぎて、えー、翌朝聞いてますよっていう人も多いと思いますけれども、えー、こんなだらだらしてますけれども皆さんよろしくお願いいたしますということで皆さん今日もおやすみなさーい。